ごい緑色、真緑です。ああ真ん中押して抜かけました。オイルかじゃない AKG。 AKG のチャーリース。チャーリースなんだ。おーチャーリースね。もうあの7月です、マンゴー最後です。もうでちょっとね半袖のシャツが欲しいんですよ。半袖のね、あジャム、これなんだこれ。ウガンテうわー、なんだ。いくよ。カパルケッタ。カパルケッタ。なんだこれ。ウォーターナッツ。Yes.Fruit? Sweet? Yes, fruit. And then, look it in there. In this open. In that one. In this piece. Oh. And inside one small piece. Oh. See. See eating. To get down. Get it? Get down. Oh, ten.ダメだお前、ダメだお前、チーチーキしてんじゃんお前。ケルパイヤーコテそんなにしねえよ、わかったよ。10ルピース、1ピース。あ、10ルピースなんでしょ。あれも、いくらにボロうとしたんだよ、ほんとに。出すで、出すで。これなんだ、これ、この場合、あ、そう。え、よいしょ。軽いね、なんかね、取れてるかな。ね、で、ウォーターナッツで、すごい緑色、真緑です。で、これを開けると、中に、お結構硬い。これどうなってんの？真ん中押して、うん、誰か知らない人です。ああ、出てきた。で、これ。これをね、ちょっと動かして、これこれをさらにさらに、この中のこれ食べるのかな。うん、これ食べるのかな。これそれでいいの。へぇ、なんの味は、まあ豆だよね。うん、これは何だろうね。ヒンディーネームキャ、ヒンディーキャ、キャ、トマルゲット、トマルゲット、トマルゲットっていうね。ちょっと子供だの店だったよね。うん、お母ちゃんと同じでね、手伝いして、うん、というわけでこんなようなね果物を抜かってみました。こうなってんのかね、最初からこうなってんのかね。切ったわけじゃないんだよね。うん、こんなウォーターナッツとか言ったら、うん、ちょっと買ってみました。マンゴーとかもね、こう市場来ると安いのかな。でね、あっちかな、こっち食品だね。グラブジャムーン、グラブジャムーン、ジャムーンもね、売ってるね。さっきね、広告来る途中に道端で撮ってる人がいました。さすがちょっと撮れなかったんですけど。で、衣類がこの辺にあるね。半袖のシャツと短パンが欲しいんです。逆にね、インドって半袖のシャツがあんまりないんだっていうのは、基本的にお金に余裕のない人たちは長袖を一年中着るんですよ。で、冬に合わせるから。半袖短パンの人はですね、結構金持ちなんですよ。うわ、女もんばっかりか。この親父は強敵そうだな。なんかいい感じのシャツないな。すごいね、勢いが。ありがとう。ちょっとでもなさそうな気がする。ありがとう。ちょっと見てくれ。ありがとう。ね、なんか安いのでいいだよ。どうせワンシーズンというか、秋までしか着ないからさ。ここは T シャツだね。
シャツがないのね、うん、T シャツはね、僕シャツがね個人的に好きなんですよ。でその理由はタバコ吸うから胸とかがあるとすごい便利なんですよ、僕自身の、うん、胸ポケがで財布も持ち歩かないじゃないですか、全部胸ポケなんで、うん、シャツの方が楽だった。あとね、まあ、暑いと前のボタンを全部外せるじゃない、男だから、うん、だからね、うん、ワイシャツってか T シャツよりも普通のねボタンシャツの方が個人的に好きなんだねえな。今日ね前いっぱいいたんだけど、今日はちょっと雨が降りそうだから、ね、衣類関係の人出てないね。シャツが欲しかったな。あと市場の外に何件か出してたかな、うん、ちょっとなさそうだね。前もねこう来てやっぱり360度で撮ったんだけど、まだ編集が全然追いついてないっていうね、ないね、うん、これを買うだけになっちゃったな、うん、なので市場、まあ基本的には野菜とか食品なんですけど、ちょっとなんかあそこになんかちょっと気になるのが、僕が、欲しいと思っていたシャツはちょっと今なくて、でなんかスパイス屋だね。あ、なるほどね、油か、油だね、ごま油、菜種油、菜の花油とかのオイルだね、うん、オイルかもうタイ料理大好きだからナンプラーかと思ったけど、ナンプラーこんなこと言ってるわけねえか、うん、ちょっと果物をもう少しどっちでパラーなんだね。でもこれが収穫、僕初めてです、また初めてのものね、これね、マンゴーもう叩き売りの状態だね。安く売ってると思いますよ、うん、1キロ50とかって言うんじゃねえかな。でも今ちょっとね、1キロカバンに入れるのがちょっと嫌なので、ここでは買い取りませんが、買いませんが、トマトも値上がり中のはずのトマトが、マンゴーいい匂いするね、やっぱね。あそこのマンゴーはなんかさ、今までの動画のよりもなんかいい感じよ、オレンジ色でね。あ、ちょっと大ぶりの、あ、なるほどね、あのマンゴーだね、一番大ぶりのやつだね、うん、マンゴーこれゲットな、エッケージゲットな、ゲットな、エッケージ、エッケのチャーリース、チャーリースなんだ、チャーリース、あ、そう、チャーリース40ルーピーだそうですよ。そう、世界も大変だよね、うん、まあちょっとそうだって、ごめん、今日はまたですね、ありがとう、聞きました、チャーリース1キロ40ルーピーね、もう7月です、マンゴー最後です、もう最後の最後なんで一番安くなってるんですけど、1キロ40ルーピー、それ安いね、1キロ60円安いでしょ、そんなもんです。どうあれ長いエクソパッチャーズってあらすかも、これはちょっと違うな、エクソパッチャーズはないよな、僕の動画で値段交渉みたいなの初です、あんまりやらない、フォルメもうね、バスはもう暑いよ、汗だくなっちゃったよ、はい、220です。ザーさん、まあ、30ルピーしか、ね、下げられてないですけど、もともと安いですね、110ルピー、ありがとうということで、ありました、ありがとうございます。